面白い話じゃないですけど、ガールを聴いてて、ふわり羽のように
僕の頬に君が触れる、それだけで何もかも救われたつもりになるよって、結構なんかその彼女に対する純粋な思いの歌なのかなと思って歌ってたんですよ。終わるとこじゃないですけどね。そうなんですけど、実は畑さんの娘さんに当てた曲。畑さんっておかしい。畑さんの娘さんに当てた曲みたいで、なんかそういう感じで歌うとすごい弾き方が変わってくるというか、まあ、いろんな解釈のある曲で面白い曲だなと思うので、まあ、ぜひ彼らとね原曲聴いてみたり、僕たちの歌をねまた聴いてみたりしてもらうのもいいかなというふうに思って調べてまいりましたので、次の曲なんですが、光永亮太さんの Always という曲です。でこの曲はですね、これも調べてきました。電車の時にね光永さんは元サッカー選手だったみたいで、まあ中学校の時にすごい挫折を繰り返したらしいんですけど、まあ、その挫折を乗り越えていつか、なんかそのずっと夢を持ち続けることで、まあ、いつか願いは叶うんだよっていう風な曲になっておりますので、まあ、これから歌いますとこの曲の歌詞を聴きながら意味を感じ取っていただいて聴いてもらうのもありなのかなと思います。はい、戻します。イドル、はい、それでは曲紹介よろしくお願いします。光永亮太さんで Always。願いは誰でも一つは叶うよ。無理に答えを出しては灯した火を消さないように悔しい。